アムステルダムはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の23番艦。艦名はニューヨーク州アムステルダムに由来する。アムステルダムは1943年3月3日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1944年4月25日にウィリアム・ E ・ハーセンフスプ人によって浸水し、 1945年1月8日にバージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍交渉でアンドリュー・ピー・ロートン艦長の指揮下収益する。バージニア州ノーフォーク沖で偽装が完了するとアムステルダムは2月5日に出港しチェサピーク湾で成長訓練を行う。2月17日にハンプトン・ローズを出港しトリニダードへ向けて成長訓練の後半に入る。 アムステルダムはトリニダードで3月13日まで活動しその後ノーフォークに帰還する。このキロ途中にクレブラ島沖で砲撃訓練を行い、ノーフォークには20日に到着した。ニュージャージー州名岬へ砲撃訓練のため巡航した後、3月24日にノーフォーク海軍交渉入りし、信頼性試験を行う。アムステルダムは4月20日にチェサピーク湾での演習に、 向けて、ノーフォークを出港し、4日後にカリブ海へ向かう。クレブラト沖、グアンタナモ湾で訓練演習を行った後、パナマ運河に向かい5月5日に通過する。5月18日に、真珠湾に到着し、ハワイ水域に泊まり多くの砲撃訓練、戦術演習を行う。6月9日にアムステルダムは、レーテ島、フィリピンに向けて出港する。 21日にサンペドロ湾に到着し、第3艦隊に合流する。物資及び燃料を補給し、7月1日に第38任務部隊に配属、日本本土攻撃部隊の対空護衛任務に就く。7月10日、航空機部隊は日本軍の飛行場、軍需施設及び艦艇への攻撃を開始する。この戦闘期間にアムステルダムは、 日本軍の地上及び水上を攻撃から空母部隊を護衛した。部隊は東京、呉、神戸、大阪などの都市を攻撃し、8月15日の終戦時に第38任務部隊は東京への攻撃準備中であった。続く数週にわたってアムステルダムは本州の東部水域に止まり、急戦交渉の間に考えられる日本軍の攻撃を警戒した。 アムステルダムは9月5日に東京湾に入港し、20日まで停泊した。その後帰国の途につき、沖縄の中ぐすく湾と真珠湾を経由し、帰還兵を上艦させ、10月15日にオレゴン州ポートランドに到着する。ポートランドに2週間停泊し、海軍記念日の式典に参加後29日にカリフォルニア州サンペドロに向かう。アムステルダムは11月1日に、 サンペドロに到着する。調整、維持作業の後11月19日に西海岸を出港し、新珠湾に向かう。25日に新珠湾に到着し、機関兵と機材を積み込むと12月12日に出港。18日にサンペドロに到着し1946年初めまで停泊する。1946年1月21日、アムステルダムは、 サンフランシスコに向かう。到着直後乗組員は、不活性化及び太平洋予備役艦隊入りするための作業に入る。アムステルダムは1947年6月30日に退役し、サンフランシスコで保管される。1971年1月2日に除籍され、1972年2月11日にカリフォルニア州、 ターミナルアイランドのナショナルメタルスチール社に売却され、その後スクラップとして廃棄された。アムステルダムは第二次世界大戦中の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。